最強や、ありがとう。神じゃん。今行くよ。すごく完璧なんですよね。違和感があります。ちゃんとこれでね、みんなが分かるようになってるわけですね。カーソルこれ便利だな。そう、ちょっと的確すぎる気がするんだよな。で、エイムは人間にしか見えない。だけど人間に見えない。なんつうんだろう。なんだろうな。だけど人間に、分かるこの違和感。あの視点移動の人が急に滑らかになるんですよね。ジュールって。しかも俺が救急使ってたから分かるんだけど、あれ結構難かった。正直。うん。だけど上手い人って言われたらもう本当に上手い人らしいっていう。そうって思うわ。まあでも正直、まあ無理っすね。あれは人間です、多分。人間ってことになりますね。こんばんは。そう、矢印でかいっすよ。これめっちゃ便利。そう。無理ですね。しかもチーターが褒められる世界になっちゃったんで、もう今の世界は。もう無理ですね。チーターがね、うますぎです。さすがです。素晴らしいです。でも引用リツイートで見てると、こいつチーターやんって。みんなに言われてる。リプはね、すごいよね。うまい、天才、すごい、さすがです。誰やりさんより最強です。すごいです。とりあえず、クソデカカーソルのおかげで、神になった。でも一番ね、そうなんだよな。今はそういう時代になっちまったよ。チーターがクリップを上げておよしとする神みたいな時代になっちゃった。しかもわかんねえんだよ、マジで。本当に上手い人に見える。でも違和感あるんだよな。っていう感じ。だから、でもその違和感に気づけないわけですよ。普通の人間には。だから、褒めてしまうし、調子乗っちゃうし、これぐらいだったらバレないんだってなっちゃうっていうね。恐ろしい話ですわ。ピースキーパーもらおうっと。そう、チーターやってますが正解なゲーム。今のエーペックスは。いや、でもすごいよな。チーターでさ、普通にバズってさ、干されないのすごいよな。マジですげえと思う。干されねえんだよな、そういう人って。うん、でもね、そう、俺チーターやんってね、でもね、チーター、それ見てもわかんねえんで、ああ、もう今は、世界1位かどっかがチーターらしいんだよな。恐ろしいぜ。まあだから、そういうのがいるから、俺もチーターって疑われんだろうなと思うわ。本当に俺だった。マジで。恐ろしい。ねえ、そういう感じだと思う。学ぶんすよ、ムーブを。まあ、チーターね、すごいよな、でも。バレないための、チート講座。悲しい、俺は。いや、でもね、わかる。練習してもね、追いつけないって、多分どっかで勝手に自分に、上限か、決めちまって、手出しまうんだろうな、チートに。実際そうだよね、実際。そう、承認欲求満たしたいから、失礼なことをするってのは、でも、ある意味、人間らしいって人間らしいよね。すごく。ある意味、すごく人間らしい行動ではある。欲求ってものがね、あり続ける限りはどんなことでもしますからね。恐ろしい。初見ありがとうございます。こんばんは。いや、もったいねえ。でもこんなに楽しいゲームなのに自分で破壊してることにも気づけないなんてガチでもったいなすぎる。お、歩みしていくやってんのかそれ。おう、ホライゾンアビリティでさ、浮かせる方法結構流行ってるけどさ、あれ絶対やんない方がいいと思うのがさ、逆にリンチにされんだよな、あれやると。ウルトだろ、ウルトやるなら。アビリティじゃなくて。まあそうね、そうなんだよな。お金稼ぎだね、ほんとに。副業。そっちだね、どっちかっていうと。俺でもできんのかな、ってなっちゃうんだよ。確かに。これでいいだろ。えらい。相当ね、相当稼げるよ、マジで。今だけでいいんすよ。てか、多分そういうのね、一切気にしてないね。いつまで続くんだろうとか、一切気にしてないと思う。今、稼げれば、それでいいんすよ。そういう人たちは。それが重要、彼らにとって。今が大事。これね、下がってこーい。
新潟帰ってこーい。よかった、泣けるぜ。なんかの間違いで来ねえかなと思ったけど、さすがに来ねえか、残念。今を生きるんですよ彼らは。焼き畑農業してるとは知らずに、どうなっても知らんと。エーペックスが今俺がとりあえず稼げればいいやみたいな。何やろう、いや決めてねえ。あの別にだってね、なんか面白いのあったらやるけど。やべえ、なんで俺当たるねん。あーブローが思ったー、許せない。許せない。ナイスー、これだけ。いいね。まあでも本当にぶっちゃけ何でもいいよな。でもヘビーないわ、ゴールドにしよう。ねえ、いろいろ増えてるよね今んとこ。でもなんかマジエピがやりたいと思わないんだよな、なんか面白すぎて。でもなんかみんなマジでエペ殺しに来てるよな全員。エペ面白い言ってるだけでいいと思うけどな。いや、運営さんはやる気ないんじゃないかな。でもそれに関しては、うん、それに関してはね、ないんじゃないかな。このチーター量見てるとちょっとさすがにないんじゃないかな。それだけはちょっと思うわ。う最強、これが走りあたり、いくらでも漁れるわこれで。ね、チート対策だけなんだよな。まあチートは難しそうだけどね。ちょっとやっぱ人だからさ、なんだろう、人口多すぎてさ、もう開発者は50万人ぐらい雇わないと無理みたいな。そういうとこあるかもね、マジで。そうなんですよ、まあ、特にだから決めてないな。面白いゲームやるだけだ。ねえ、まあ、だから俺がね伸ばすよこのゲームを。無理だろうけど。まあみんながやってるやつでいいんじゃない、もし次あれ来たら。パンチされた。強すぎー、最強や。 ありがとう、神じゃん。今行くよ。ありがとうね、優しい世界、優しすぎる。対策しねえよ。だからね、諦めてみんなもチーターと戦おう。諦めよう、チーターと戦うんだよ。いや、やっぱボルトもやっぱ強いな。こう見ると、こう見るとってかこう使ってみると思うわ。お、珍しく俺味方の位置を確認したぞ。えらい嫌です。嫌じゃないよ、戦うんだよ。いやボルト強いな、こう。いや迷うわ。いやだから気分だな、その時ボルト使いたいと思ったらボルト使う日だな。どっちも強え。いやボルトもボルトで初日の終わりにはやっぱ強えな。くー、どっちも強えわ。困りますね。プラウラーもプラウラーでいいとこがあって、
ボルトはボルトでいいとこあるよな。マジで安定するね。これ本当に強いわ。ね、これバルウルトで突っ込むこれ。常に入る。おいおい、パルチザみたいな。見てますね、割と。あ、そうっすね。これ右行きゃいいんじゃないかな。素晴らしい。いやこれぐらい離れた敵に対しては動かす必要ないな、あんまり。理解しちまえば強いな。ギギーいいですね。なんか動かしすぎだな、これ。眠くなるとその調整ができなくなるわ。いいね。ナイチャーン。勝てますな。チーターいるんだろうけど、バーバー様。千リッツありがとうございます。ありがとうございます。感謝です。強すぎ。ありがとうございます。いやこれボルトとフラウラー迷うわ。マジでどっちも強いんよ。まあ、だどっちも使えるってイメージでいいかもしれない。うん、とりあえずボルトでいいかな。強すぎー。ありがとうございます。ボルトはフルオートだからな、結構安定すんだよな。悪くねえわ。ギー